じゃがいも、餃子の皮、ビール、ビール、我慢できん。いただきます。これしかねえ。色は変わってないんだね。でも無視できずにまた少し返事。これもいや、マジでこんな使わん絶対に使わん。飲もうかな。ひき肉今から包んでいくわけなんですが、ちょっと包むの時間かかるんで、その前にいろいろやっていきたいと思います。賞味期限近いんでね。あ、割れたかな。絶対茹でてきます。10分ぐらいかな。4分チンだな。ちょうどやっぱり
染めを。綺麗だ、本当。いただきます。うまっ。クリームとか牛乳入れたらマッシュポテトになるんですけど、ないでーすないので、このまま。おー、うまそう。できた。包んでいきます。よいしょ。ちょっとかなり大きめに入れよう。ネタをいつもケチってるんでいつもケチってるんでね。で、大きすぎると入らんな。できたよ。ちょっと一個春巻きみたいなのできた。無理だなこれが。ちょっと揚げ餃子っぽい感じで作っていきたいと思います。
で餃子っぽいやつ、そしてじゃがいもとベーコンのマッシュポテトみたいなののサラダ、卵、ゆで卵サラダでビールいただきます。ベーコンの芋いただきます。これはね、味見したから分かるんです。うん、うまい。やばいっすな。まあサラダもいってみましょう。味ついてないけどね。うん、柔らかい、柔らかくて美味しい。いや、なんつってもやっぱ揚げ餃子がめっちゃ美味しい。うん、あーシャキシャキだもん。頑張って作った甲斐があった。今日はね、お蕎麦3連勤でした。明日やっと休みです。で、明日休んだら次早番です。なんでちょっとゆっくりできれないんですけど、今12時半なんですけど、今なんやかんやで餃子が作り終えたのが12時間。業務の方もね、結構慣れてきたし、環境にもちょっと慣れてきたんですけど、まだ考えながらやったりとかしてるんで抜けが多いですけどね、楽しくね働かせていただいてます。じゃないとこんな夜中に餃子なんて作れないとりあえず明日は休みなんでね。ちょっとチビチビ飲ませてください。もったいないんで、ごくごく飲みたいところだけど。ごちそうさまでした。もうこんな時間になってしまいました。ゆっくりしてたら、よいしょ、疲れたなよし寝るか。一息ブレンド、お疲れ様でした。皆さんはもっと4連勤とか5連勤とかやったりとかしてね、お疲れな感じなんでしょうけど、もう今の僕の体力では3連勤がヘドヘドです。明日休みで、明後日早番で、また3連勤みたいな感じなんで、今日ちょっとね遅くなっちゃったんですけどね、寝るのね3時になる
ですけど、今日はぐっすり休みます。もう、まあ、ヘトヘトになって疲れてビール飲んで酔っ払って体ジンジンして布団に入るこの幸せっていうのはやっぱ疲れてないと味わえない幸せみたいなところはありますんで、まあ、12月中旬になりました。クリスマス、そしてお正月、給料日、そしてボーナスはみんな出ると思うけど僕はね、まだ出ません。ということでまた給料日ルーティーンとかも取っていきたいなと思います。大体ね、まあ、正月出勤っていうのが介護は多いと思うんですけど、僕もね出勤しようかなって思ってます。はい、手当とかももらえるんでね、お正月手当とかねもらえるんで出ようかなって思ってますね。だけどちょっと眠すぎて頭が回らなくなってきたですね。今日は幸せにぐっすり寝たいと思います。今日はねもう寝ます。皆様ご視聴の方ありがとうございました。お仕事の方頑張ってくださいね。僕も頑張りますので楽しく元気に頑張りましょう。それでは。